それではこれより取締役会を始める。早速だが本日は次期頭取について投票を行う。ここは鷲高銀行東京本社。当行は白鷲銀行黒鷹銀行の大手2行の合併により誕生したメガバンクである。当行では取締役会にて役員の多数決により頭取が決定される。現在のトップは旧白鷲出身のホワイト頭取、次期候補は旧白鷲出身天狗専務と旧黒鷹出身ブラック常務の2名。まもなく任期を終える頭取の後を継ぐべく熾烈な派閥争いが行われていた。天狗、俺もそろそろ退任だ。現状次期頭取候補はお前かブラックだ。だが歴代の頭取は全て旧白鷲が務めてきた。今後もお前が頭取、俺が会長となり会社を固めるんだ。その所存でございます。勝負は3ヶ月後の取締役会だ。だが投票する役員は11名、うち旧白鷲が5名、黒鷹は6名。もちろん白鷲出身者には圧力をかけてある。だが黒鷹の方が多いんですよ。このままではブラックになってしまう。あいつが俺を嫌ってる以上、お前が頭取にならないと俺も会長の座を下ろされちまう。そこでだ。えっ、これは大丈夫だ。ですが頭取になりたいんだろ天狗。じゃあ、これ、やっといてくれ。ゆとり部長、常務がお見えになりました。おう、じゃあ俺は、常務とフォックス社に同行訪問だから、あとは頼むぞ。久しぶりだな、ゆとり。相手は大手のフォックスだし、俺も挨拶しておいた方がいいだろう。ブラックさん、いや、常務、わざわざありがとうございます。念願の東京第一支店だろ。調子はどうだ？あんまりですね。せっかく名古屋で鍛えていただいて、ここまで来たのに。俺は旧黒鷹銀行名古屋支店にて営業課長をしていた。その当時の支店長が45歳という若さで抜擢されたブラックさんだった。成績不振の名古屋支店を立て直すなど実績を重ね、役員まで出世したエリートだ。ゆとり、お前ももうちょっとで異動だろ。行きたい部署とかあんのか？やはり天下の東京第一支店ですかね。そうか、俺は人事部とも人脈はあるし、昇進も含めて話しといてやるよ。本当ですか？こうして俺は数年を経て念願の営業部長に昇進し、この東京第一支店に来ることができた。現在旧黒鷹のトップであるこの人には本当に頭が上がらない。自分のためにも俺はこの人についていくと決めた。木坂社長、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。どうもどうも。融資の件ですよね。どうぞおかけください。常務、大変です。先日同行されたフォックス社の融資の件ですが。何？すぐに向かう。どういうことだ、ゆとり。それが、フォックス社の天体融資が発覚しまして。何？天体融資とは、銀行から借りた資金を第三者にまた貸しすることであり、行内では重大な違反とされる。しかもそのまた貸し先が、フォックスと関係のある、トパーズという会社で、トパーズはそのほとんどを投資に使ったみたいなんです。ほとんど使ってるのか。さらにまずいのは、その投資というのが、株や信用取引を行っているみたいでして。株？証券会社でか。それがうちの子会社、鷲高証券でです。それはまずいだろ。うちが貸した資金でうちの子会社が儲けてるってことだぞ。これは表に出たら大変なことになりますよ。本日はありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。今回は木坂さんのおかげで助かりましたよ。うちの証券担当も喜んでおりました。こんないい儲け話はありませんから。我々は銀行さんから借りたお金で投資して儲かった。あなた方は証券で手数料を得、そしてこれをつないだあなたは評価される。全員ウィンウィンですね。今後とも末永くよろしくお願いします。黒田さん、今回のフォックスによる買い付けで東京本店の収益はすごいことになったでしょ。専務のおかげです。これで銀行と証券の役員も兼ねている。あなたの評価はうなぎ登りのはずだ。黒鷹出身ですが、今回ばかりは天狗さんに頭が上がりません。次の取締役会で私への投票お願いしますよ。投票させていただきます。よく来てくれた、ゆとりくん。この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。その話なんだが、はい、あれはブラック常務が全てやったことらしいね。はい。
今は次期頭取候補として大事な時期だ。証券を担当してる役員に利益をもたらし取締役会で票を得たかったみたいだね。そんなこと本当ですか？おそらく社内監査でも君に調査が行くだろう。そこで今のように証言してくれればいい。そんな、さもないと同席していた君にも責任がのしかかるぞ。部長から降格の上、地方の支店に飛ばされるかもな。逆に君が証言してくれれば昇格も考えよう。本社に来たいかい？それとも天下の東京第一の支店長になるか？そんなどちらが自分のためか分かるな、ゆとりくん。今回の融資の件だが、はい、フォックス社、証券と話をつけなかったことにしてもらった。安心してくれ。申し訳ございません。ありがとうございます。だがこの責任は重いぞ。全てお前が仕組んだことだったとはな。はい。いくら評価を上げたいからって不正は良くない。何か誤解があるようですが、ゆとり部長も話してくれたよ。お前の圧力によって口止めされてたってな。何かの間違いです。他にも証言が集まっているんだ。もう逃れられない。それなりの処分が下ることも覚悟しておけ。くそ、ゆとりのやつも電話に出ないし、一体どうなってる。まさかはめられたか、ホワイトの野郎。あの人は昔から。残念ながら本日で山田部長が異動となりました。一言お願いします。この度は申し訳ありませんでした。皆さんはこれからも頑張ってください。おいブラック、ホワイトさんには気をつけろ。え、今回の一件も全て俺にあの人はなすりつけてきた。旧黒鷹の人間を片っ端から排除するつもりだ。そんなこの銀行はもう旧白鷲による権力と不正で腐りかけている。これからの鷲鷹を頼むぞ。頼む、出てくれゆとり。天狗、もうすぐ取締役会だな。はい。先日の一件でブラックの評価はガタ落ちだ。それに黒田役員も私への恩で寝返りました。黒鷹の一票はこちらに入り、負けることはないでしょう。そして俺は会長となり、俺たちでこの会社を支配するんだ。それでは取締役会を始める。早速だが、本日は次期頭取について投票を行う。多数決で票が多い者が次期頭取だ。では始めよう。次期頭取はブラック常務だと思う者。2名か。では天狗専務だと思う者。9名。それでは投票の結果、天狗氏に決定する。おめでとう。ありがとうございます。ではここからは天狗新頭取に話を進めてもらおう。はい。本日の議題の2点目、前頭取ホワイト氏の会長就任について多数決を取ります。よろしいですね。ああ。それではホワイト氏の就任に賛成の者。ん？では反対の者。は？ありがとうございます。それでは多数決の結果、全会一致反対13票によりホワイト氏の就任を否決します。何？どういうことだお前ら。これが皆さんの意見です。天狗どうなってる。ホワイトさん、あなたの居場所はもうない。天狗。おい白川、白田、何してる。ここまで引き上げてやっただろ。おいホワイトさん、もう無駄です。諦めてください。お前らはめやがったな。くっそー。助かったよ天狗、ありがとう。いや、こちらこそだ。頼む、出てくれゆとり。あ、ゆとりか。ブラックさん、すいません、私は頭取に。頭取がゆとりに。そういうことか。天狗、俺と取引しないか。何のつもりなの。お前もホワイトさんにはうんざりしてるだろ。まだ操り人形になるつもりか。俺だってあの人とは決裂したいさ。でも権力には逆らえない。なら権力をなくせばいい。あの人を会長にせずに追い出すんだ。そんなことできるわけないだろ。大丈夫、今回のフォックスとの一件も全て頭取の指示だろ。お前がその証拠を出してくれれば、あとは俺が他の役員に話して回る。そしてお前も冤罪を免れようってわけか。ああ、ゆとりが全て事情を話してくれた。お前が話さないなら俺が証拠を持って全てお前の責任にすることもできるんだぞ。いくら頭取の指示とはいえ、フォックスの木坂社長と話していたのはお前なんだからな。どこでそれを。分かったよ、頭取の指示書がある。これが何よりの証拠だ。よし、それで責任は全てホワイトになる。そして安心しろ、次期頭取はお前に譲る。ああ、分かったよ。よくやってくれた天狗。いや、天狗頭取。俺もホワイトさんと決裂できて、せいせいしたよ。お前のことは役員としていられるよう、話はつけておく。
フォックス社との一件は表沙汰にならないようホワイト氏は諸事情により早期退職、天狗新頭取が就任という形で発表された。ブラックさんは専務に昇格、次期頭取候補の筆頭だ。俺は希望していた本社に配属、これもブラックさんのおかげだろう。あれからもう1年か。でもあの時ブラックさんは無実を証明したから頭取にもなれたはずなのに、なんで天狗さんに頭取の座を譲ったんだろう。次のニュースです。ん？鷲高銀行のシステム障害の続報です。度重なるメンテナンスを実施したものの、一部 ATM は使用できず、ネットバンキングも閉鎖が続いています。今回の責任問題から天狗頭取は辞任、次期頭取には初の黒鷹出身者ブラック氏が就任予定です。え、まさかあの人は。次期頭取はお前に譲れ。こうなることを見越して天狗さんに頭取の座を。やっぱり逆らっちゃいけない人間っているんだな。この前新人研修でやったんだけどさ、なんかうちっていろいろ合併してできたらしいじゃん。うちの上司も揉めてるよ。くだらないよな、誰がどこ出身とか知らねえし。まあ俺らには関係ないだろ。社長、お話とは。おい、お前ら、はい、登録者30万人のノルマ、このままじゃ間に合わないだろ。すいません、頑張ってはいるのですが。もういい。俺の方でノルマを達成するために策を考えた。チャンネル2周年の8月12日までに30万人達成したら、弊社初の生放送を行う。え、生放送だよ。おお、近づくかもしれないですね。ああ、頑張るか。ただし30万人達成しなかった場合どうなるか分かってんだろうな。あとはやっとけ。皆さんチャンネル登録お願いします。お願いします。生放送でお会いしましょう。